皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは。アンジュラブマスコットのヒデです。今日の動画はですね、先日の2月5日、関東で、大雪が降った日の午前中に、ファミリーパーク筑西さんに遊びに行った動画になります。職業柄ですね、冬の時期が忙しくなりますので、休みでもね、なかなか、犬たちを、外にね、遊びに行かせる機会がね、少なくなってしまうので、休み5日とね、6日休みでしたので、雪が降る前に、犬たちね、ゴトを連れて、遊びに行きました。この日をね、朝の9時30分から、ドッグランを利用しました。こちらのですね、ファミリーパーク筑西さんは、季節でね、営業時間は、変わるんですけども、この時期は、朝の8時から営業してますね。ですのでね、この日は、朝8時に、電話いたしまして、午前中は空いてますよということで、予約して、遊びに行きました。この日はですね、気温はね、低かったので、間違いなく、午後は雪が降るかなと思ったんですけどもね、風がなかったのですね、結構ね、暖かくはないんですけどもね、過ごしやすかったですね。こうやってね、犬のが走り回ってるだけのね、動画になるんですけども、私がね、見てもね、この、自由気ままにね、走り回って、遊び回る姿を見ると、癒されますね。でね、今ちょうどね、保護犬のマカロンと、一番ね、小さい、ミシェルとね、よくじゃれ合って遊ぶんですけどもね、親子ではないですしね、夜おばさんと、小さな子供ということでね、よくこの2頭は絡んで遊びますね。母親とね、子犬といいますね、アンジェルとミシェルはね、実の、親子になるんですけどもね、親子ではね、あまり遊ばないですね。これがね、結構ね、不思議というかね、非常にね、アンジェルは子煩悩というかね、小さい時は子供の面倒を見てね、すごくね、すごくね、母性本能がすごい、母親だなと思ったんですけどもね、でもね、こうやってるとね、結構、実はね、このマカロンとね、アンジェルはね、お家だとね、一緒に遊ばせられないんですよね。家の中だとね、テリトリー意識が高くなるのかね、お互いどちらかがね、クレートに入って出すとね、すごくね、激しく置いてね、喧嘩しちゃうんですよね。一度ね、過去にね、2頭とも、怪我してね、病院に連れて行ったっていうこともあったのでね、それ以来ね、喧嘩して噛み合っちゃってもね、自分もね、悲しくなっちゃいますしね、犬たちもかわいそうなので、一緒にね、家の中では遊ばせられないんですよね。これがね、不思議なんですよね。やっぱすごく、クレートとかね、家の中っていうのはテリトリー意識が高いのか、この良くないんですよね。でね、今ね、独り言のようにね、話してるんであれですけども、このね、ドッグラントの、動画とはね、あまり関係ないんですけどもね、メス同士もね、結構争っちゃうんですけどね、今ちょっとしたね、悩みというかが、
一番ねお兄ちゃんの、アムール、この子ですね。アムールと、男の子のね、リアムがねちょっとね、いざこざというかね、喧嘩っぽくなる機会がね増えてしまってるんですよね。まあね、いつもね、まあ、餌絡みでね吠え合って喧嘩っぽくなることはね以前からまあたまにあったんですけども、まあ最近はねちょっと餌がなくてもねちょっとしたことでね、まあいざこざになるっていうことがあるんですよね。まだねお互いに大きな怪我とかはねしてないんですけどもね、ちょっとしたかすり傷、まあ足にね、すり傷みたいなね感じになってしまうことがあるんでね、まあ非常にねまあどうしても2頭ともね、噛む力はね、強いので、まあ大きなね怪我につながらないように注意はしているんですけどもね。まあねこのねリアムがね今ちょうど大人の階段を上ってるというかね、もう、1歳、に、ね、なりましたので、もう大人にはねなったんですけどもね、我が強くなってきちゃってるのはありますよね。こうやってねもうしっかりとまあ短い足を上げてねおしっこもね、してバランスよく、することはできてますね。まあ、ね、このねドッグランはね非常にね天然芝というかね、芝ですごくね全面芝なのでね、まあ足にもね負担かからないですし、非常にね、いいドッグランですね。まあまあね強いていうわけではないんですけどもね、まあ少しね女性にはねまあ簡易的なトイレしかないのでね、まあ少しまあちょっとね使いづらいって思う人もいるかもわかりませんけどもね、まあ貸し切りですのでね、まあその点も気にせずね利用してもらえたらなとは思いますよね。まああとねまあもうまあ繁殖といいますかね、もう2月になりまして、去年もね、まあ、2月の後半ぐらいにねまあアンジェルのねヒートが来て、3月のねまあ頭上旬にですね交配させて、まあ妊娠してね、まあ今のね、ミシェルと、まあね大阪の方に行ってしまいましたルシェル、まあ他の子もねちょっといたんですけどもね、まあ新しい飼い主さんのところでね、元気に、暮らしてくれると思うんですけどもね、まあ、今年もね、まあ、もうそろそろまたヒートになって、繁殖ね、なんとか、したいなと思うんですけどもね、まあねちょっとね今年の、まあ、秋口にもね、今のこのアンジェルと、ミシェルわかりませんね、リアムでね、交配させてちょっとね、まあ、受胎しなかったんですけども、まあ、今回のね、2月の後半にもねこのリアムと、まあ、アンジェルでね、交配をねしてみたいとは思ってますね。まあねその辺のまたヒート来てね、繁殖、まあ、させる時にもねまたちょっとね動画とかで、ね、いろいろと紹介できたらなと思うんですけどもね。まあなかなかねまあ僕も個人的なブリーダーでね、まあ趣味といいますか、まあなんとかねこの子たちのねまあ子供を見たいなという気持ちもあってね繁殖させてるんですけどもね、まあなかなかねちょっと生まれた時もね、新しい飼い主さんがね、見つかるとかどうかなっていうのね不安に感じながらね、交配させていこうと思うんですけどもね、皆さんどうですかね。ブリ飼いたいと思う人まあ多いのかな、どうなのかちょっとねまあ不安なところはありますね。まあねちょっと実際ねこの動画に話にね戻りますけどもね、まあ非常にねまあこの
まあ、おやつを利用しながらね、コマンドを、言いながらね、お手とかね、伏せ、とかをね、さして、まあ、遊ばせてるんですけどもね。まあ、どうしてもね、ドッグランでやってますのでね、本来であればね、一頭一頭、きちんとね、コマンドを言いながらね、覚えさせると、覚えが早いんでしょうけどもね。まあね、この、まあ、なかなかね、本来やればちゃんとね、できるんでしょうけどもね、5頭みんながね、ちゃんとお座りして、待てができるっていう状態にね、するのがね、まあ、いいんでしょうけどもね。なかなか難しいですね。まあ、実際ね、まあ、アメリカンブリーとかね、飼っている人っていうのはね、ドッグトレーナーに、トレーニングをね、しつけをね、しっかりとしている人も多いんですけどもね。いかんせん、まあ、まあね、犬が5頭もいるっていうのはね、まあ、理由にはならないんでしょうけどもね。やっぱトレーナーにね、まだね、かかったことはないんですけども、まあ、実際ね、ちょっと話はそれますけどもね、昨日ね、まあ、もう一昨日になっちゃうのかな、四国犬がね、まあ、脱走してしまって、大人とかね、子供たちを噛んでしまったっていうね、事件がありましたのでね、やっぱりそのまあこの闘犬種っていうかね、まあいわゆるピットブルの、血がね、まあ、入っている、アメリカンブリー、エキゾチックブリーっていうのはね、そういうまた脱走した時というかね、そういうまあ実際急にねスイッチが入ってしまうということもある犬種ってね、正直分かってもいるので、まあそのしつけというかね、まあ実際ねうちでもね、まあ脱走絶対しないっていうこともね、ないのでね、まあ気をつけなきゃいけないんですけどもね、そういう、まあ、逃げてしまった時にね、まあ、しつけしていったとしてもね、まあ、噛んでしまうということはね絶対あることなので、まずはしつけ云々もありますけどもね、やはり脱走とかね、まあそういう、まあこういうね、リードに関してもね、まあ、話さないとかね、まあ、基本的なことなんですけどもね、まあ、注意しなくちゃいけないっていう感じですよね。まあでもね、まあ、ちょっとねその四国犬がね今後どうなってしまうっていうのがねちょっと心配なところではねありますよね。まあ実際ねうちのアムールはね、まあこちらのファミリーパーク畜生さんのね、まあ、園長さんに対してもね全く、まあ、何度も会ってるのに、吠えまくってね一緒に、まあこのねドッグランの中入ってね園長さんとも、まあ、絡んでほしいなと思ったりはするんですけどもね、やっぱその性格もありますしね、なかなかまあ難しいんですよね。まあね、そういう意味でもね、まあ、まあ園長さんにはね申し訳ないんですけどもね、この貸し切りドッグランっていうのはね、まあいい意味でね他の飼い主さんがいませんので、まあね人が入ってくるってこともね、まずないので、そういう点はね心配せずに遊ばせられるっていうのはね、魅力的なところではありますよね。はい、そろそろね、まあ、動画の時間もねもう少しで、終わります。またね、こちらね、まあ、犬たちの、動画アップしたいと思いますのでね、また見ていただけると嬉しいです。まあ、よかったらねグッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではねまたね、次の動画でお会いしたいと思います。それではバイバイ。